はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはエスプリットロードというテーマご存知でしょうか。これ今回ちょっと視聴者さんからリクエストをいただいた、まあデッキ、となってましてですね、エスプリットロード使ってくださいっていうね、エスプリットロード誰やねんっていう話なんですけども、そこそこのね謎儀式モンスターでございまして、これよく読むとね効果めっちゃ強いんですよね。効果、例えばですね、まあ、ヒメクジャクとヒコクジャクっていう、まあ、2種類いるんですけど、エスプリットロード。スピリット儀式っていうかなり特殊な、カテゴリーでございまして、このエスプリットコーリングっていう謎の儀式によって降臨するモンスターで、一応名称指定されてるんで、両方とも。なんで、まあ、儀式の下準備に対応してるというのはすごいところ。で、エスプリットロードヒメクジャク何するかっていうと、このカード儀式召喚に成功すると相手のフィールド上のマジックトラップカード3枚までバウンスできると、デッキにこれ強いでしょ、あと可愛いしね。でその後デッキからレベル4以下のスプリットモンスター行ったら召喚条件無視って特殊ができるっていう効果あって、これデッキからレベル4以下のスプリットモンスター召喚条件無視出せるってことは、これ岩戸が爆弾するんですよ。これ特殊召喚できないっていう効果あるんだけど、これ無視るから出せるんですね、これデッキから。だからこいつ出すとなんと岩戸がデッキから飛んできます。で岩戸は何するかっていうと、モンスター効果、スプリット以外のモンスター効果貫封できるんですけども、これ召喚リバースしたんのエンドフェースで持っちゃうじゃないですか。これスプリットモンスターのこのヒメクジャクとかヒコクジャクの効果で出してきた岩戸ってのは特殊召喚してるんで、これ戻んないんですね、エンドフェースに。だからもし効果通れば相手のカードバウンスした上で岩と爆弾して完封できるんですよ、モンスター効果を。これバリ強いじゃないですか。今回はねこれをね全力やっていきたい。でちょっと効果の都合上ですね、効果を出さないといけないんですよ。これ要は相手のフィールド上にカードがないと効果発動できないので、先行で出すのはちょっと難しい、非常に。カードがないから相手のフィールド上に。で一応エンドフェーズにこの2体は戻っちゃうんですよ、手札に。で一応なんか遺言みたいな感じでトークンを残していくんですけども、このトークンをもう一回使ってその相手側に儀式するっていうのはできるから、例えば緊急儀式術とかそういうのは相性がいいんだけどね、それのカードとかを今回は採用してませんので、完全に高校用特化になってまして、ちなみに被告弱何するかっていうと、被告弱は、さっきの魔法トラップカードバウンスお姉さんと比較すると、ちょっとまあバウンス効果強い、3体モンスターをバウンスできるっていう効果。こっちはモンスターじゃなくて魔法トラップ除去だったんだけども、こっちはモンスター除去できるんですよ。でただ、手札からレベル4以下のスプリットモンスターを、出せるっていう効果になってまして、これこいつデッキからなんですよ。こいつね手札からなんですよね。だからちょっとやっぱ若干ねこっちの方がまあそのモンスターバウンスできるけど、まあその岩戸は出しにくいみたいな感じになってます。はい。でこの2体を出していくのにあたり、今回は、まあ、高校でこいつらを出していかないといけないんで、ある程度相手に展開してもらって盤面にカードを並べてもらって、まあ、それを背負っていくっていう、まあ、そういうね動きが必要になってくるんですね。なので、まず高校用で相手のモンスターを背負れるように制圧モンスターを背負れるように、まあ、ラバゴまたは金玉、これガン積みですね、まあ、ガン積みっていうか、まあ、金玉2枚しかないけど、まあ、これは5枚積みましたと。これはこの辺のカードでバウンスできるからいいじゃないかと思うかもしれないですけども、結局その無効効果持ちがいると、まあ、そもそも儀式通んないんで着手しないんですよね。なので、まあ、その辺のモンスターを処るためにこれが入ってると。あ、ちなみに召喚権は今回全く使いません。一切、これなんでかっていうと岩戸と勇者めっちゃ相性よくて、アラメシアの儀打った時ってその召喚したモンスターの効果発動できないから、通常召喚したモンスターの効果だから岩戸戻んなかったりするんですよ。これ相性よくて、これ岩戸と、まあ、勇者ギミックは、まあ、完全に、なんだろう、メインギミックになってるんですけども、このデッキの、まあ、これやっちゃうと通常召喚したモンスターの効果発動できなくなっちゃうから、例えばアンジュゴッドとかああいうのダメなんですよね。なので今回は儀式のサポートは、まあ下準備とそれから、デビリチャルに任せてまして、キャンドル、タリスマンドルあたりで儀式、モンスターとか持ってきたりとか、まあ、下準備で持ってきたりして、で相手のモンスターはラバゴとか金玉でしょって、で相手の魔法トラップまたはモンスターをバウンスしたら、岩戸を出して、まあ、岩戸の効果で、次の3ターン目以降の相手の動きを封じていくみたいな、そんな感じの構築になっています。でね、難しいのはね、やっぱりね、その
こいつで、あの、マホトラップを処理できるけど、モンスターは処理できない。で、こいつは、モンスターは処理できるんだけど、その、デッキからは出せないと、岩とぼ。だからね、ちょっとね、バランスがね、微妙なんだよね、ここ。ここすげえむずくて、まあ、今でも悩んでんだけど、その、まあ、もちろん2体出したら強いよ。2体出したらめっちゃ強い。例えば、あの、一発目に、エスプリットロード姫クジャク出して、相手の魔法トラップバウンスした後に、その、デッキから岩飛ばしてきて、で、こいつリリースして、まあ、飛行クジャク出すみたいな。動きできたら、その、相手の魔法トラップを3枚バウンスして、モンスター3枚バウンスみたいなことできるから、あ、ちなみにバウンスする、あの、モンスターをね、ラバゴとか金玉にしたら、一応、あの、もう一回遊べるんで、もう一回遊べるのできるんで結構強いんですけども、これあんま決まんないんだよね。なんで、まあ、どっちかしか使えないと基本的に思った方がいい。なので、岩戸を出せるかどうかは正直運ではある。引けないから、岩戸。こいつの方がやっぱ基本的には強いから、こっち出していきたいんだけど、こっちだと手札からしか岩戸出せないから、引かないといけないんだよね。剣しないといけないんだよね。だから、ちょっとね、なかなかね、この辺がちょっと難しくてね、はい。デキコーチくんちょっと、難航しておりましたが、まあ、最終的にはこんな感じになりましたっていう感じですね。はい。で、あの、裏側とかで、なんか、止めても、なんか、あんまなんか、いまいちだったんで、もう完全に相手展開してもらって、増殖する G で引き込んで、まあ、その、相手が頑張って展開したやつをこの辺で処理することにしました、今回は。はい。まあ、デレアめっちゃ強いんで、こいつらのちょっと、効果をね、皆さんにもちょっと体感していただければなと思いますんで、早速、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、本日はですね、誰一人使ってないと言われているスピリット儀式という謎テーマをね、持ってきたんで、こちらを使ってね、まあ、今のところ何も儀式ないけど、スピリット儀式がね、いくつかいましてですね、このエスプリットバードっていうね、謎儀式モンスターがいるんですよ。ちょっとそれをね、今回はちょっと使っていくというか、まあ、救っていくというかね、まあ、そういった企画となっております。ルベリオン来た。皆さんちなみに楽園融合デッキどう思います？僕この楽園融合を使ったの楽園デッキめちゃめちゃ好きで、多分この楽園融合実装されてから、マジでほんと漏らさずに500本ぐらい動画作ってんじゃないかと思ってるんですけども、このね、楽園融合っていうカード、そして楽園っていうデッキ系、とてもいいデッキだと思っていて、僕は。なんかさ、その、一応一番初動ではあるから、強いことは強いんだけど、なんか、めちゃくちゃ先行するやつしてくるとか、なんかクソゲーを強いてくるみたいな、もうないじゃないですか、別に。まあ、言うて、そのミラージェイドとドラゴンステップレイヤーとか、まあ、ガーディアンキマイラで、なんかその、ある程度遊戯をしてくるテーマだと思うんですよね、これ。僕個人の意見ですけど、これ。結構遊戯をするいいテーマだなと思ってて、まあ、割とそのミッドレンジと言われているね、まあ遊戯王を楽しめる、まあもちろん先行有利なの変わんないけどさ、あのメラジーとか先行で立つと結構きついから、だからまた変わんないけど、ただ言うてこのテーマすげえいいテーマだと思うんだよね。なんかその今までそのなんかハリアドンされて、なんかありえんくらい先行制圧されて何もできんみたいなのあったじゃないですか。なんか楽園とかだとなんかワンチャンあるから、盤面的にはなんか全然なんか割と環境的にはいいんじゃないかなと思ってんだけど、どうなんだろうね。僕が好きですけどね。メーカーの弱点ありますしね、楽園って。まあ、魔法トラップ向こうが敷けないんで、基本的には。まあ、融合モンスターたちが魔法トラップ向こう持ってないから、だから結構その罠びとかにも弱いし、あと戦闘機とかめっちゃ辛いんですよ。楽園使ってると。だから魔法トラップカード耐性ないし、あんまり。まあ、破壊には耐性あるけど、その魔法トラップでパクられるとかさ、なんかそういうのあんま耐性ないから、あと普通に超融合ぶっ刺さるし、言うてね、結構ね、弱点があるし、なんかさ、その、無効系バンバン敷いてくるテーマじゃないから、全然なんか、いいと思うね、俺は。今のこの楽園環境は。なんか遊戯王が楽しい。なんかその、まあ、楽園が好きだからっていうのかもしれないよ、自分が。だから遊戯王がもう楽しめてる気がするよ、ハリアドンの時はあんまり楽しくなった。自分がハリアドンするとき楽しいけど、相手がハリアドンするとき楽しくないから、あんまり。だから、まあ、その時と比べると、まあ、楽しいかなっていう。って言ってたら、ミラジェイド、ドラゴンスタプレア盤面で1枚セットして、まあ、ターンエンド。まあ、十分強いけど、別にこれ返せんじゃん、これも別に。まあ、今回ラバゴ入ってるから別にどうでもいけるし、どうとでもいけるし、まあ、言うで勇者ギミックもあるし、まあ、赤の楽に引かれてるけども、まあまあ、全然いけると思うよ、これ。全然いける。儀式の下準備、なるほど。強いですね、これ非常に。これ、とりあえず金券から入るか。ここにうらら打たして。ここにうらら打ってもらって、まあ、ちなみに、
あのエクストラデッキ本当に使わないんで、このデッキビビるぐらい使わないんで、もうあの吹き飛ばしちゃって大丈夫です。銅金とか、まあ金券とか、まあその辺のカードはもう全部吹き飛ばしちゃっていいかなっていう気はしますね。まあ一応なんかその出せる時は一応 たまにあるけど、まあ、多分ほぼ使わないんで、まあ除外するときはこの辺全部除外して、エクシーズモンスターは一応残しておけばいいんじゃないですかね。はい。でここにウララ出せる、打ってもらって打たない、なるほど。岩ときた。はかないね。はかないぞ。キャンドルグリフォンライダードラッグバックウララ、なるほど。とりあえずあのウララケアではかな持ってきて、でこれで絶対に下準備は通していきましょう。一応下準備対応したら強いですけどね、このテーマね。え？いや、そこでミラジェイド？マジ？岩と見えたからってこと？なるほど。なんかあいつ対応早いな。ミラジェイド飛ばすか。なるほど。これは岩と見えたからなのかな。ちょラバーゴン投げれんくなったのクソめんどくせえんだけど。マジか。ラバーゴン2体で処理する予定だったんだけどな。まあ、でも一応ミラジェイド君飛ばしてくれたからあれだよね。ミラジェイドって確かラバーゴンで処理してもあれですよね、効果発動しましたよね、エンドフェーズブッパみたいな。まあそれをね、岩戸で一応ケアしようと思ってたんだけども、なんか逃げやがったんで、逃げるな卑怯者状態だったんで、とりあえずアラメシア発動、アラメシアの効果特殊感 OK で魔法トラップゾーンに表が表示を置くでですね、まあここ何もなすなんで、とりあえず下地も打ちますか。下地も打って儀式モンスターと儀式魔法を2枚サーチするっていう、1枚で2枚サーチかいうぶっ壊れカード、なんかエチエンプデッキに入ってるあのパッチワークに近いね、やってることは。とりあえずエスプリットコーリングという誰やねんカードと、あまりにも誰やねんカードと、あまりにも誰やねんモンスターを持ってきて、あまりに誰やねん。でですね、一応タリスマンドラ出すか。タリスマンドラ出して、タリスマンドラで、儀式モンスターも見せて、特殊だと。で、デッキから特殊召喚していくスタイル。こうしてで、キャンドールで木から特殊召喚するよというスタイル でキャンドール効果、発動と旅路効果発動ですね、まあ、これは別に正直儀式あるから別にどっちもいいや、無効にされても無効にされなくても、とりあえず、旅路の効果発動するが、これはどっちでもいい、無効にしてもいいししなくてもいい、あーオッケー、ドラゴンソメラ効果、はい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 、いいでしょう。でこれ儀式魔法を、再生する効果は無効にしてくれば、別に儀式魔法持ってるかあんま関係ない、あんまり関係がない。あでもレベル1になるのか、面倒、やべえ忘れてた、レベル1になるのか、面倒くせえな、やべえ計画狂った。やべえ計画狂っていく、まあ、ちょっと一回ドラゴバック装備するか、先こっちか、運命の旅路効果発動して、でグリフォンライダーをサーチしていく。一応赤の楽園を、なんとかしたいですね。赤の楽園の効果で回収されるやつを除外すれば、まあ一応いけるか。ケアはできてるんだ。赤の楽園ケアはできる。でですね、とりあえずドラッグバッグを装備していき、とりあえずそのさ、この謎のモンスター、これちょっと戻してもらうか。一回。ちょっと戻っていただける？これでガーディアンキマイラはできないね、赤の楽園で。でですね、グリフォンライダーを出して赤の楽園をケアしていくと。で、赤の楽園は撃たない。なるほど。はい。これじゃあ赤の楽園は一応通らないと。で、エスプリットコーリング発動して、エスプリットコーリングで、無限包容。あべ、縦列全然ケアしてねえや。プレイングガバすぎた。無効にしないと無効になる。なるほど。これ完全にしくじりましたね。グリフォンライダー効果発動するしかない。やべえ、俺なんで真ん中で発動した？なんで俺は真ん中で発動したんだ？ちょっと脳死で発動しすぎた、ごめんなさい。で、無限行為を一応無効にして、で、エスプリット、ロードヒメクジャクとかいう誰やねんモンスター出していくしかない。もうラバーゴレム使わんやろ、これ。うわ、ラバーゴレム一体で、儀式召喚、現れろ、エスプリットロード。姫クジャク、そしてこのモンスターが、儀式召喚に成功した場合、相手のマジックトラップカードを1枚を選択し、そのカードをバウンスするができる。さらにデッキから、あら、アバロイワトットーバトルだ。
ちなみに天野岩戸くんは勇者ギミックを使ったターンエンドフェーズに手札に戻るという効果を発動しないし、そもそもの姫クジャクで召喚条件を無視で特殊召喚してるからそもそも戻んねえ、強すぎる。うわっよーしよ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 しこれでカードを一番セットしてエンドフェーズだ。スプリットロードくんはもう戻ってくるんだが、ちょっとトークンが出せないんでちょっとあれですね、イマイチでしたね。本当はちょっとあのキャンドルの効果を起動 してもしなくても、あのキャンドルタリスマンダラ出すモンスターなんですけども、あのちょっと完全にドラゴスタペリアの効果忘れてまして、レベル1になっちゃったっていうのと、あとそもそもその無限保養ケアできてないっていうなんかゴミみたいなプリングしてるんで、こうなっちゃってますが、もうちょっとうまく回せるはずです。基本的にはデスピア来た。はいどうぞ。デスピア、これ一体でなんかリング召喚かなすんのこれ、こいつ一体からできるようになるな。ちなみにアルベル君は1900を抜けないんで弱いです。これ非常に天野岩戸君抜けないんで、アルベル君だ。ちなみにサクリバイスアニマも効果は届きません。はい、でリンク先のモンスターなんかパクるみたいな効果ありますけども、それは発動できないということですね。なぜかっていうと、やつはスピリットモンスターじゃないから今スピリットモンスターしか効果発動は許容していないんだよ。スピリットモンスターになって出直してこい。エスプリットロードサクリファイスになって出直してこい、てめえは。なるほど。ちょっと邪魔やな、この、なんかその、あれ。タリスマンドラとキャンドル、クソ邪魔やな、これ。どないしよう。ちょっとドラッグバックするか。ちょっと書いていただいて、書いていただいて、で、とりあえず、旅路発動して、4-8か。あ、殴ったら勝ちか、これ。グリフォンライダー持ってきて、使えろこいつ、消えろ。で、グリフォンライダー出して、あ、これ召喚か、あ、そうか、モンスター効果かこれもうアドバンス召喚するわ。これとこれリリースしてアドバンス召喚、はいじゃあそうでしたね、あの岩戸くんの効果自分も縛るんですよね、自分の効果も使えないんで、はい、まあどっちにしても変わりませんでしたね。でもエスプリットロードでデッキから岩田特殊召喚とかいう地獄みたいなムーブ見せれたから、まあよしとしよう、これは。ちなみに一応、あの、勇者ギミックと岩田揃うと、先行でも一応、あの岩田棒立ち、あの棒立ちで、なんかドヤ顔エンドみたいなことできるんで、なんか結構強いは強いんですけど、ただちょっと儀式モンスターが高校用性能を完全してまして、あの、バウンスするカードないと意味ないんですよね。これもう打っとくしかないんじゃないこれ。これ、はかな打たれたら、はかなじゃねえ、はかなかゆらら引かれたら、ちょっとまずいもんな、これ。ここで打っといた方がいいのでは、先生。一応、次のか多分動けるから、打っとくしかないか。打とう。あのね、あの、高校予選をしてるんですよ。儀式モンスターたちが。あ、通りましたね。オッケー。ゲーム参加成功。高校ゲーム参加権通った。オッケー。で、このね、なんかその、儀式モンスターの性能が高校だから、もう高校、取るしかないんだけど、今この環境高校取って勝てるかって言われると微妙なんだよね。まあ楽園環境だから、まあ魔法トラップ意外と通るからいけるっちゃいけるけど、結局さ、その儀式モンスターのエスプリットロードの儀式モンスターたちの効果が双剣ね、 OK、 あの魔法トラップカードバウンスするとか、そのモンスターバウンスするとかいう効果持ってるんだけど、相手のフィールド上にカードないといけないんですよ、まあ、そもそも。だからその先行で出すモンスターじゃなくて、あんまりで、まあ、一応、緊急儀式室とかあると、相手のターンに出せるから結構強かったりするんだけど、ちょそれ入れると、ちょっとなんか、事故るんだよね。岩戸来てくれたか。いや、岩戸があって、勇者ギミックがあると一応先行でもいけんだけど、さすがに、ちょっと儀式モンスターの都合上ここかなっていう気はするよね。とりあえずこれはバロネス短期エンドかな？バロネスでエンドしてくるやつだと嬉しいな。はいはい。で、リュウエンのここで1200万、いいだろう。こっからなんか分、あ、ですよね。エンドフェーズ。オッケーオッケーオッケー。まあ、ゾウジー通ってるからね。ゾウジー通ってるから、こんぐらいで勘弁してほしいよね。あ、うざいね。あ、うざいね。行くしかないんじゃない？でもこれは。さすがに。いや、行くしかないでしょ。ゾウジーとか、ケアはできないから、このデッキ。とりあえず、タリスマンドラとかいう最強モンスターの効果どうしよう。まず、ヒコクジャクとかいうなんか最強モンスター見せつけて、見せつけの、で、これ無効にしてもいいよ。別に。無効にしてもいい。なんだ無効にしろ。無理か。無効にしない。で、タリスマンドラからの、キャンドール特殊か。まあ、一応、アドビッキー無限法要とかは、バロネスがもう立っちゃってるから大丈夫だから、まあ、ケアしなきゃいけないのは、まあ、ウララとか、まあ、エフェクトウェーラーとか、手札からぶん投げられるっていうことはいいはずですからね。まあ、その辺はちょっと、あと、普通に、まあ、岩戸とかでケアできるんで、まあ、全然いけんじゃないかなっていう気がしますけどね。
あ、止めてくる。なるほど、止めてくる。あ、そう、ありがてえ。オッケー、妨害は消えていく。なるほど。で、とりあえず水使いを使って、最強カード持ってきて、はい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 、いいです。占わないですよ。占わない。で、水使いを発動していく。はい。水使いじゃねえや。アラメシアの木発動していく。アラメシアの木。お発動。これによって、ブローハイを出して、で、しんのすけをセットし、で、ドラコバック装備するのはとりか。ちょっと先にも撃つわ。コーリング。コーリング出して、ここと、儀式召喚あらろエスプリットロード飛国弱そして飛国弱の効果を発動。飛国弱の効果により相手のバロネス君をバウンスし、あれか、あれやべ、ちょっとあれサチスのセット、グリフォンライダーサチスのセット、グリフォンライダーサーチが先やった。完全に頭回ってないんで許してください。今、現在、朝の4時、朝の4時に今ちょっと撮影してるんで許してください。朝4時頭働いてないの俺で、こうしてで、グリフォンライダーを、出していく。おいおいおい、で岩とバチコルト出していく。俺ら行け行け、よしで、バトルだ。こちらに岩と後から出さないとグリフォンライダー出ないんでね。はい、で岩と出す前にグリフォンライダー出せって話なんですけども、はい、ちょっと頭働いてねえな、これダメだ。ちょっと寝ます。あ、勇者ギミックになっちゃいそうだなこれな。結局まあでも勇者ギミックあるから戦えるんだけどね、別にね、なんかある程度は。でこのグリフォンライダーのチェーンでね、一生なんか相手にうわなんかあいつなんかあるやんけって思わせることができるわね。手札誘発がなんか増殖水準かみたいな、うん、謎のケアをねさせることができるんで、はい、グリフォンライダー君は割と優秀。なお別に、なお別に相手を妨害する効果ない。結構うるさいけどね、割とグリフォンライダー君チェーンを奥にすることをお勧めします。この時はさあ、エクスパラディンと、あ、イゾルデ君来た、やばい、ソルティアが始まるぞ。さあイゾルデ君からの何をサーチする。おっと、カオスソルジャー壁の下、いいね、かっけえ。さあイゾルデ効果、まあ、ここで何を出すかによってね、結構まあ、どういうデッキか見えてくると思うんだけども、はい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 、なるほど。イグナイトイーゴー、おう、ヨウトタケミーツ、じゃあ分かんねえ、なんだイグナイトイーグル、俺タケミーツ、はいはいはい、まあ、それよく見るムーブですね今のところは。なんかソリティア長そうだな、わかんねえ、何してんだこいつ、クソ投げ。じゃ星の金が来た、出た、これ手札を相手にね送りつけることができるカード、何なんかくれた、ロイヤルじゃん、かっけえ、メテオニス給油ロイヤルくれた、やった、マジパクって帰ろう、パクって帰るわこれ。何すんだこいつ、え、サタンクロス、どういうことやねん、ローツトーク、ああそういうこと、はい、どうぞ。何これ、何がしたい、何やこいつ。ガーデンローズメイデン効果、ああコーラル蘇生、あ、オッケー、わからん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 、何がしたい。コーラルドラゴンが爆誕していく、でもそのトークンは生まれないが打点は半分にはなっていく、意味がわからないこと起きている、一体全体ことは何がしたいんだ。あ、コーラルローズデサイシブ、あれこれ俺死んでね、あれ